はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆりおさくです。さあ本日なんですが、女の子だけでデッキ作ってきました。はい、萌え豚がね、即答しそうなデッキなんですけれども、ベーラーさん、ウララさん、それから、ドライクさん、シロエクさん、ステラ姉さん、エリス姉さん、イレーヌ姉さん、ソフィア様、そして、アルルちゃんと、フルドリスちゃんとアヤメの双剣士ちゃんっていうね、メインデッキ完全に女の子だけになってまして、モンスターはね、あ、ちょっと魔法トラップカードはちょっとわけわかんないカードがいくつか入ってあったりするんですけども、エクストラデッキもですね、女の子だけになってまして、ヌトス、それから、スクラッチクラッシュ姉さん、アロメロス、ミカエリス様、カスピテル様、ジブリーヌ様、アソフィエル様、そしてティアドロップ様ということになっておりましてですね、完全に女の子だけです、モンスターカードは。ちょっとね、魔法トラップカードでいくつか女の子入ってないカードはあるんですけども、まあ、ここはちょっと許していただきたいなという感じで、メインデッキね、女の子だけで組んでみたんですよ。なんか知らんけどね、結構強いなんか知らんけど結構強かった、謎に。そもそもなんですけども、この同胞の絆っていうカードが全女の子を呼び出せるんですよ。これ結構シナジーすごくて、ドラエクとかシロエクとかこのエクソシスターって全部光属性のレベル4の魔法使いなんですよ。だから結構ね、ランク4もつなげやすいですし、単純に同胞の絆で全部呼び出せるっていうめちゃくちゃ強いことが起きてましてですね、一応ね、かぐやとかも、かぐやとか白雪とかもレベル4の光属性魔法使いだったりするんで、あの辺も結構相性がいいです。今回はちょっとあいつ同胞の絆で出してくることがほとんどなくて、白エクとドライクとエクソシスターっていうパターンがすごい多かったから、出さないから入れてないんだけど、あれも一応入れていいと思う。ちょっとなんかどんな動きするかよくわかんないと思うから、早速ね、ちょっと対戦をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、実質セーラームーンデッキをやっていきましょう。はい、本日の、デッキはメインデッキ完全に女の子しか入っておりませんので、割と反応強そうですねこれ同胞が通るかどうかか、でも同胞が通るかどうか、まあ、パークスから入った方がいいですかね一応。まあ、ちょっとウララチェックしましょう。エクソシスターパークスを発動。エクソシスターパークス、あ、なんかあるね、なんかある。ここにウララ打ってくれるんだったら、あ、オッケー、了解、オッケー。同胞にウララ打たれるの一番きついんで、まあこれよかったですね。じゃあまあそこはまあ把握しました、了解です。でここでウララと11交換をしていく。でパークスでサーチはできない。そして、ドラグマの聖女エクレシアを召喚し効果は破棄。そして手札よりマジックカード、オト、ゾウジーマルか、ゾウジーマルな。同胞の絆発動。同胞の絆の効果によって、ドラグマの聖女エクレシアを対象に取り、女子会発動、女子会開催します。何、おいちょっと切断やめてくれ、今結構反応強いんだ俺、こいつ対戦が死んでやがる。増殖するうちにいいだろう、まあ、1枚ドローくらい許したいと思いました。この後ドローしないんで、ね、もうドローっていうか特殊はしないんで、ね、そしてまあさすがにエクレシアちゃんとエクソシスターですかね。まあ、白エクとエクソシスターでいいでしょう。そして白の聖女エクレシアとエクソシスターステラを特殊召喚。そしてエクソシスターカルペディベルを発動。そしてカードを1枚セット。俺でターンを使用するで、相手のデッキ何かによるんですけど、相手のデッキから出てきて強そうなモンスターのカード名を宣言するとカルペディベルがめっちゃ強いっていう話ありますね、はい、さあどうする。あ、この圧倒的、何セット、何セット、何、ちょっと一応ガンマが怖いのでモンスター出てきて感じましょう。アルファ強いな、それは強いな。白エクの効果使って一応アヤメの双剣士だけ出しておきましょう。で多分クセカードおそらく、まあ、破壊のマジックトラップだと思うんですよね。で破壊マジックトラップは破壊されるとなんか破壊モンスターを出してくれるっていう効果があって、まあ、それがデッキから出てこれるんで、ちょっと2枚ドローが入りますね、これね。いけー、うおー、かわいい、美しい、めちゃくちゃ胸でかい。まあ、ただ、なんか、コルセットみたいなやつで固めてるんで胸が揺れないっていう話もあるんですけども、破壊装甲来た。で、エクソシスターアーメント効果と、エクソシスターアーメントの効果により、エクソシスターステラを1体対象に取り、このモンスターの上に重ねて、オーバーレイネットワークを構築。
エクソシスターステラ一体で、オーバーレイエクシーズ召喚エクソシスターミカエリスカッコロイヤルカッコおう美しいおう美しいわお。さあそしてミカエリスちゃんは相手のカードを1枚出たターンに相手のカードを1枚、対象にとって除外するという効果を持っているぜ。あーそれは無理だな、全然無理だ。エクソシスターカルペディベルの効果の前にとりあえず2枚ドローするか、2枚ドローするで、エクソシスターカルペディベルでこれ双極神じゃねえかな、双極神だな、双極神と見た。破壊はとりあえず双極神だけ1回消し飛ばせばいい。消し飛ばして、はい。で、ミカエリス効果発動して、で、相手のフィールドのカードを除外していく。ここで、破壊、このマガタマがね、こっちのモンスター巻き込んでリンクスワインにしてくるんですよ。なんで、こいつは飛ばしてもらってくださいね。墓地に送ると、またそれはそれで蘇生したりしてくるんで、多分これ除外するの結構強いと思う。あ、フルドレスも来た。強い。いいぞ、めちゃくちゃ噛み合ってるぞ、いいんじゃねえか、なかなかいいんじゃねえかこれは。はい、ラッキーが出てきた、まずい。あ、めちゃくちゃあいつ動くやんけ。破壊はね、自分のカードを破壊して展開してくるんですよね。で、破壊されて墓地を加えるとなんかデッキからリクルートしてくれるみたいな効果があって、で、ラッキーが効果で、こちらフリーチェーンなんであんまり関係ないですねこれは。もはやで、破壊モンスターたちがね、破壊されてリクルートしてこれるの一応あれなんですよ、自爆特攻でもいけるんですよ。なんで多分フルドルさんは使ってもあんま意味ないというか、まあ、ちょっと後からできたリンクモンスターとかに使いたいんですけども。サラマ来た、うわサラマはやばい、いやこれこいつだけやってもらわないといけないな、ダメだなこれは。サラマは墓地のカードをセットして、でフィールドのカードを破壊するって効果なんですけども、これアドバンテージ稼がれちゃうんで、こいつだけは絶対取らないといけないんだな。でもフルドルスですね、フルドリス出すしかない。でフルドリスで相手のサラマを無効にして特殊召喚していく。さておい、いけー、フルドリスちゃん美しい、この盤面めっちゃ美しい、来た切断だこいつ回線ゴミやな、地下鉄乗ってる、復活した。これね、破壊は自爆特攻でね結構出てこれちゃうので、それは強いですよね。はい、で出ていくんだこれ、何出てくるやつ、あー破壊神ね、オッケー、無効にしといたよ、あ効果発動した、あれ手札コストじゃない、あそうだよね、その効果無効になってるんですよね、カルペディベルでよし耐えてる耐えてるよしよしいいぞ耐えてる。でもやばい、これ破壊神出てきちゃったから、これ結局リンク召喚されんな、これマジか。一応ですね、ラキアだっけ、リンクモンスターがいて、相手のフィールド上の特殊召喚されたモンスターと自分でリンク召喚するっていうモンスターがいて、それは出てきそうな気がしますね。やめの創建者しょられちゃうかもしれない。ラギアか。はい。で、ラギア効果で、相手ターンにリンク召喚してくるっていう効果なんですけども、これは一回殴りに行くしかないか。お、最強カード来た、最強カード来た、最強だ、これ全部魔法使いなんですよ、これ全部魔法使いなんですよね、最強だわ。ラギアは対象に取る、いける、対象に取ることだな、せいぜい。おいラギアくん、まずはパークスを発動するぜ。パークスの効果によってエクソシスターモンスター一体特殊召喚、さあラギアの効果、ここでも使っちゃうんだ、さあラギアの効果でルルドリスを対象取った。うお、いけー、ウィッチクラフトゴーレムアルル発動、相手のモンスターをバウンスして、このモンスターを特殊召喚できる。ラギアがバウンスされたことによりリンクが足りなくて、相手はリンクモンスターをリンク召喚することはできない。うおー強えバリ強え、バリ強え、マジで最強だこのユリデッキ、ユリデッキ界環境トップかもしれん。投げれば勝ちか、これ投げれば勝ちだ、いけ。まずはフルドルシャンでアタックする宣言時に打点を500アップしていく。うわー、あやめちゃんでアタック、そしていけ、ウィッチクラフトゴーレムアルルでダイレクトアタック、つえやばい、クソ噛み合ってるこのデッキ、神デッキかもしれん、神デッキ爆弾してしまった可能性がある。あー同胞来てるのは強いですね、同胞来てるのは強いが、アルルも来てるのは強いで、聖女出す、
聖女に同胞をぶちかましていくぞ。ここにうらら撃ったら殺すぞ。あ、増字早いですね。増字いいんじゃないかな。増字一枚ドローだったらいいんじゃない。これ正直さ、もうそんなやんないんだよね、特殊召喚同胞あるから。増字1スルー説ある結構で、同胞発動で、同胞効果でエクレシア対象にとってエクレシア君の、属性種族レベルと同じやつ出せます効果で、デッキから出してくるのは、まあ、ステラちゃんですかね。はい。で、ドラグマの聖女と、エクソシスタの聖女出して、もう聖女しかないから、このデッキ神デッキでしょ。聖女しかおらん。なにー、危ねー。でも危なかった、危なかった。今危ない危ない危ない。これ今引いたうららですね。同胞に打たら意味わかんないんで、多分今引いたうらら、今引きうららはかわしていくが、でこれでエンドフェイズ入っていくしかない。まあエクレシアとアレルがいますし、うららもあるんで、まあ割と妨害力的にも結構高いですねこれ。はい、さあ、アルベルはさすがにうららでいくしかないやつ。うらら効果発動、うららの効果によってアルベルの効果を無効にしていくが、おっとなんかあるぞ。墓穴打ってくれ逆に。えっ、やった墓穴だ。やった、ステラさん出番です、ステラ姉さん。もうちょっと一応エクレシア効果発動するか。エクレシア効果発動して、で、あやめの双剣士を特殊召喚の効果発動していきたいんだが、なんかあるかない。で、あやめの双剣士を特殊召喚で、こいつはまあエクサデッキから出てきたモンスターぶっ壊せれたりとか、あと手札から出てきたモンスターだったら2枚で応できたとかいろいろあるんで、割と強い。で、墓穴でお前俺のカード除外したな。私のカードを除外したわね。もうプンプン。何サーチ？来開幕ね。オッケー、了解した。そして処理後エクソシスターステラ効果発動、相手が墓地のカードに触った場合、私はこのモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築できるわ。何、開幕いいだろう。さあ開幕効果手札を1枚捨てる。ここでお前あれだぞ、デスピアンとか捨てたら怒るぞ、さすがに切れるぞ。ハンドガンギマにムーブしてんじゃねえぞって切れるぞ。あ、シャドールデッキも、はい、シャドールデスピアですねこれね。そしてデッキからドラマトゥルトゥルギア出てきちゃった。最強ユリオリモンスターエクソシスターミカエリスをエクシエンス召喚。うおー、かわいい、美しい、めっちゃ罵倒されたい。エクソシスターミカエリスにめっちゃ罵倒されたい。ドラマトゥルギアの効果いいだろう。さあフィールドの効果モンスター1体を対象に取り、その効果を無効にできる。今でも結構無効にするカード意外と、まあ、あやめもうざいだろうし、あれですよね。あ、ミカエレスくんですか。まあいいでしょう。さあシャドウリザード効果、まあね、ミカエレスちゃんはチェーンできるんでね。で、あやめの双剣士効果で一応デッキからカードが出てきたんで、一応2枚ドローしますか。カードを2枚ドロー。そしてさらにその効果にチェーンし、エクソシスターミカエレスの効果発動。このモンスターの効果により相手のカードを1枚ゲームから除外していくぜ。ドラマトゥルギアだろさすがに。これドラマトゥルギアをゲームから除外、消え失ろう、ドラマトゥルギア。まあ、効果無効になってもね、チェーンすればいいんで。フリーチェーンなんて結構強いですこれ。ミカエルスちゃんはうらら来た、まあ、あんま強くない今は。さっき使っちゃった。はい、でシャドールフュージョン墓地送っていくと。なるほど。いや、これシャドール展開だってきついんだよな。あやめの双剣士もお前も何、少年くしきも同じ構えだな。やばい、マジか。あやめの双剣士強いな。あやめの双剣士は強い。いやー、クソ強いやんけ相手ハンド。マジか。デスピアムーブもされる。さあ天帝の人の効果で墓地のくらいのこれバスタードですかヌトスですか。いや、どっちもきついですけどね、なんだかんだね。一応アルルが対象に取られたら、出てきて相手のカードバウンスできるみたいな効果あるんですけども、フルルドリス、なるほど、フルルドリス加えてヌトス効果で、これドラグマってもしかしてあれかな、フルルドリスしか採用してないタイプの。なるほどね。でドリス出てくるのね。なるほど、なるほど、いいでしょう。相手にとって不足はありません。バトルフェーズいいでしょう。でぶん殴ってくる。で打点が上がる、いいでしょう、いいでしょう。でぶん殴ってくる。これはアルル発動した方がいいですね。アルル発動して
あやめは戻していいのかな。効果無効になってないから大丈夫だな。これあやめ戻そう。いやでもこれ意外とあれか、突破しづらいか。これさっき出した方がよかったかな。これあれる、あんまりでもあの時点で戻したところであんまり関係なかったんだよな。モンスター戻したところって結局出てくるのに変わりはないからあんまり関係がなかった。でアルル一応分、棒立ちになっている。で相手は1枚ハンドがあやめの双剣士だから出しづらい。でこれで相手天帝使ってるからエクストラからモンスター出せない。エクソシスターアーメント来た。バトルフェイズですねこれ。1回ちょっと出したところであまり関係なかった。これ家系モンスターのね打点が雑魚すぎてですね展開できるモンスターがいないとですね、まあ、これソフィア一応いるんですけども、ソフィアもあんまり意味なくて一応出しとくだけっていう感じですかね。でこれでエンドしましょう。で相手はこれでボチャのカード触れないんで、例えばなんかねデスピアンとかでなんかセットし直すとかそういうね効果を発動したら結構なんかあのエクソシスター全員が反応しだすんで意外と強いと。でこれアルルは手札に戻ってこれるんで一回バディス出しといて、で800ライフからってデッキから違うエクソシスターを出してくれるよ効果。まあ、ここにユラルとか打ってくれるんだっていいよ。ゾージーね、了解。これは食べよう幼女で、さすがにこっから特殊が結構すると思うんで、一回幼女で増殖するうちに食べて、で1枚ってことは、ハンドあやめですね。あれはあやめ。いや多分いける、これさすがにあれあやめならできる。あやめは今出せない。でバディス効果、バディス効果によってデッキから、エクソシスター1セットを特殊ができるぞ。さあスーパーユリユリ展開、うおーかわいい、美しい。エクソシスター3体並んだ、いいぞ。でアーメントもある。でアレルは手札に戻る。よし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 。これで魔法使い族モンスターに攻撃宣言するときまたは対象に取るとアレルがまた出てきて相手のモンスターバウンする。メインフェーズ終了前はいいだろう。メインフェーズ終了前は関係ない。さあ来いよ、エンドメイズだと。てめえ舐めてんのか。エクソシスターアーメントの効果発動。エクソシスターアーメントの効果により俺はエクソシスターエリスをの一体でオーバーレンネットワークを構築。エクシエンス召喚ゆけ、エクソシスターミコエリス、ミコエリス効果そう。相手のカードを1枚ゲームから除外していく。うおーピッ、よつえすえなんて強いんだ。おーフルフルドレスも来た、いいぞ大集合だ、ドラグマの聖女大集合。なるほどなるほど、パークス、パークスは行こう。パークス発動、ワンキル取れんじゃねえか。パークス効果でこれイレーヌ持ってくるんだな。今ソフィアいるからイレーヌ持ってけばいい。ステラいいのか、まあ、エリスでもいいな。まあどっちもいいわ、何でもいい何でもいい。エリスでしょ、エリス持ってきて、でエリス特殊召喚していく。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚、エクソシスタージブリーヌ、そしてジブリーヌ効果発動。このカードのオーバーレイントを1つ使い、エクシーズモンスターの打点を800ポイントアップ。ビロ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 、そしてエクソシスターミカエリスの効果も発動。このカードのオーバーレイントを1つ使い、デッキよりエクソシスターマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによってまあこれは1回バディスでいいね。バディスを手札に書いて、そして手札よりお姉様を特殊召喚していくぜ。お姉様の効果、エクストラデッキから出てきているモンスターが存在する場合このモンスターは特殊召喚することができる。うおー美しい、なんてかっこいい盤面なんだ。ユリオタク歓喜、なんかオタクがこの盤面見たら気絶しそう最強、見てるか萌え豚たちよ、これがアルティメットユリユリデッキだ。遊戯王ユリユリモンスターズ、あーなんもねえか。まあちょっと先行欲しかったですけど、まあしょうがないでしょう。フォーチュンビジョン、ほうフォーチュンレディだ。フォーチュンレディすご、俺多分初めてだったかもしれないな、マスター出るやつで。フォーチュンレディコーリング、なるほどなるほど。パスティライティ最強じゃん、まあ、パスティライティ最強じゃね。おい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 、お前それは強いだろ。やばいこと起きてんな。
これなんかデュエルリンクスっていうゲームではね、よく見たんですけど、昔は結構この光景が割とよくあったんですよ。フォーチュニティ関係あったことあって、あーウォーテリー強いね。強欲なツボ来た。無の煉獄、え、めちゃくちゃドローするじゃん。やば、これ、え、これもしかしてあれですか、クソデッキのパターンですか、これ。うわ、つえやべえ、これはクソデッキの匂いプンプンすんな。フォーチュニティって結構ね、ドローカードが多くて、なんかデッキを引き切るギミックとしては結構有名でもあるんですけども、一時休戦きた。でも先行ワンキルとかしてこないんだ。お互いが受ける全てのダメージがゼロになる。なるほどね。で、うちの小槌、なんか長そうですね、この展開。めちゃくちゃ引くやん。めちゃくちゃ伏せるやん。うん、そりゃそうか、無の煉獄活動してるもんな。え、そんな盤面なの？これ何この伏せカード、なんか、え、弱くね。で、プレゼント効果の処理、羽暴起なんだ、なんだこいつ。いや、俺発動しないけど、いや、発動しないけど、え、何こいつ、絶対やばいじゃんそのカード。羽暴起渡してきたけど、何こいつ魔法族の里初、あ、でも意味ねえか、魔法族の初里、魔法使い族しかいなかったわ相手、あんまり意味ねえわ。イレーヌ召喚するか。イレーヌ召喚、打ちたくねえなこれまあ打ってやるか、しょうがねえ。それ何それ、伏せカード、やばいこと起きるんじゃないの。正真正銘のクソデッキだったあはは、撃たれなかったらどうしてたんだよそれ。お前感謝しろマジで、逆に感謝してほしいわ俺に。